下手になる練習もある。そうよ、これ知らないでしょ。練習すれば上手くなると思ってるんだよね。嘘ですよ下手になる練習の代表例は、ゲームとかやってる人はセーブするっていう行為があると思うんですよ。楽器の演奏でもこのやったことに対してセーブするで、やっぱりなるべくいい状態をセーブしていくっていう風な考え方ですね。何でもこう脳みそが覚えちゃうんで、適当にやってるとその適当さをセーブしちゃうんですよ。なんとなく心当たりある人いるんじゃないかと思うんだけど、じゃあ例えばすごい速いプレイってことにしようか。すごいテンポが速い、みたいな、あ今ちょっとこうよれたなとかね、あなんかこう微妙にしくじったなっていうようなことあるじゃないですか。はい、何回も何回もやるんだっつって、あーみたいなことやってると、それをセーブしちゃうんですよね。だからこれね、よくないんですよ。これ下手くそになる練習の代表例なんですけど、今の例だったら、めちゃくちゃテンポ下げる、9割以上の確率で間違えないぞっていうぐらいのテンポまでまず下げるみたいな。でこれでセーブするっていう考え方ですね。じゃあなんかソロの練習をしますっつってね、みたいな、まあ、フレーズやるぞってなった時に、あーみたいな、あるじゃないですか。これダメなの。1回だったらギリギリセーフだと思って、あの3回アウトにしましょう。3回やったらゲームオーバーっていう感じで、まずもう1回目で結構見切りをつけた方がよくて、1回やってもっと集中すれば いけそうだぞっていうものと、あこれちょっと何回もやっても無理かもしれないっていう、なんとなく見切れるじゃないですか、自分のこの技量的に。そしたらもうやっぱね、もうめちゃくちゃ落とすしかないっていう感じ。テンポだったり一個一個の動きを、ぐらいの、あもう絶対確実にいけるぞ、よっぽどのことがないとミスんないぞってぐらいまでまずグッと落として、でそれを繰り返してセーブするっていう感じ。結構自分的にあのギリギリの速さで技量をもう超えてますみたいな、あちょっと自分でこう認識できないなっていう、ちょっとぐだってるっていうかね、いやもっとクリアに叩けるだろう、もっとメリハリつけられるだろうっていう感じなんだけど、ナーナーのこの感じを繰り返してるとナーナーで覚えちゃって、あのとっさにやった時にこのナーナーが出ちゃうんで、これが下手になる代表例っていう感じです。